やっと見つけた。またお前か。今度は何だ。平田君に聞いたわよ。 A と C のリーダーを彼に教えた時、全部私が見抜いたって言ったらしいわね。そして試験終了後、うまくクラスをまとめてほしいって頼んだって。私を隠れ蓑に使うつもり。堀北、あの時言ったことを覚えてるか。仲間が必要だって。まさかそのために。お前もやっと変わってきたからな。あなたのせいよ。あなたのこともひとまず100歩譲って仲間だと認めてあげるわ。だからといって学校に帰った後、馴れ馴れしくはしないでほしいのだけれど、あくまでこれは A クラスを目指すための関係で。けれどお礼は言っておくわ。ありがとう。でも私は別にあなたが必要というわけじゃなくて。だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も櫛田も平田も、全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば、それでいい。